ラジオネーム、コモハカ、記者が送ってくれました。はい、クソメンの迷い。はい。TBS ラジオの宮崎氏が、インスタグラムにて、もみじまんじゅうの、こしつぶか、えこは、こしあんか、つぶあんで迷った。こしあんか、つぶあんで迷っていることを打ち上げた。宮崎氏は、トレードマークの汚いと言われるヒゲと、こしあんとつぶあんのもみじまんじゅうを持ち、少し可愛く見えるような画素を投稿し、どっちにするか悩んでいると打ち上げた。宮崎氏のインスタグラムは1週間で400人を超えるフォロワーがつき、裏方スタッフなのに人気の高さが伺える。宮崎氏の次なるクソ画像が楽しみである。インスタグラムやってんだ、結構。ね。ね。やってる。気持ち悪い。コメントもね。気持ち悪いね、このアップのまた、これ。ちょっと目を隠して。かわいすぎ素敵なヒゲですね。おいしそう、つぶあん。ヒゲちゃん、かわいすぎもう、かわいすぎさすがです。いいね、いいね。わかってらっしゃる。いいな。わかってんで、みんなね。こういうの好きなんだね。こういうコメントを見たくてやっぱみんな始めるのかな。そういうことでしょ、うん、やっぱヒゲちゃんってこういうのがやっぱ嬉しいわけだもんね。うん、こういうコメント来るのが。うん、みんなそうなんだよ、ね。やってる人たちって。うん。うん、そっか。ヒゲちゃんも嬉しいだろうね。嬉しいよ。こんな帰りがあったら。帰ってくんだよ、うん。これやめられないよ。ね。うん。ハマるわ。これはハマるみんな、うん。褒めてくれんだもん。でどれかしら、これ女の子とか探して誰か抱こうとしてるわけでしょこれどうやって抱け、これは。これ女の人とか男とかってわかるの？わかる？あんまわかんないもんね、うん。でもさ、ね、これをか、いいねでさ、やってくれてる人もインスタグラムやってんじゃないの？違うの？やってんだよね。ってことはその人の顔もわかるってことだよね。載せてれば。そこで直接なんか連絡って取り合えるの？そのメールみたいな。できない？これなんですか？でも名前で大体わかるね。なんかこう、例えば、ひとみとか、あけみとか、うん。女性っぽいのはね。書いてあったら。はい、うん。まぁ、こんないいこと言ってくれたら、なんかいけそうな気がするよ。かわいすぎとか言ってくれたら。そうね。うん。このニュースは。クソ！そうだね。はい、はい、こんな感じのしょうもないニュース募集します。宛先は郵便番号 107-8066、TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキクソステーションの係。メールの場合はメガネアットマーク tbs.co.jp です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。さあ、うん、このうちの番組のね、はい、どういう番組かという説明メール来てます。はい、ラジオネーム、ふきぼう。おぎさん、やぎさん、こもてさん、こんばんは。うん、メガネビーキは告知もなくゲストが遊びに来ます。うん、すると、おぎさんがみるみるうちに話さなくなり、うん、口を開くときはエロい話に限られます。あ確かにね、うん。基本的に急に来るよね、ゲストがね。そうするとおぎは話さなくなると、うんうん。あんま好きじゃないの？どうなのね。あん、なんかあんま、そんなに聞いてもなーとかいう思うんだよな。なんか、うん、そんなにって感じだよね。すごいよね。うん、もう、その人のこととか、聞いてもしょうがないと思っちゃう。そうそう、うん、すごいですね。だからやっぱ根っからのボケの人なんだね。興味ないんだよ、ね。興味ないんだね。うんうん、おー、待ってくださいね。ラジオネーム、貪欲な男。うん、小木さん、八木さん、工務店さん、こんばんは。こんばんは。僕が思うメガネビーキの特徴は、うん、矢作さんのテンションの波です。うん、矢作さんは今日元気だなって日と、うん、今日疲れてんだなって日の差が激しいと思います。うん、毎週聞いてその差をさ、その差を楽しむのもメガネビーキの楽しみ方だと思います。小木さんは毎週疲れを見せず頑張っているので、意外と真面目なのかなと感じます。小木って変わんないの、テンション。変わってるよね。俺も眠くなったりしてるよ、俺も。意外に。うん、あの、矢作さん眠たそうな時は、うん、結構頑張って喋ったりするんですよ、ね。そうなの、まあ、確かに後半とかすごいもんね、矢作の。意外にだから、うん、そこに真面目さ出ちゃうんですよ、ね。そこが見えちゃってんだ、これ。なるほど。これはダメだな。俺そんなに波があんの？の今日寝てきたか寝てきてないか。今日、うん、今日寝てきてないでしょ。寝てきてじゃ
ってことだね。そうだ。気づかないってことは変わらないってことだね。バレたか。今のね、今のやかったね。今の俺だけだからね。それは。リスナーは気づいてる、多分。嘘だ。うん、多分今日はテンションだけなとか。リスナーにクイズ出せばよかった。じゃあ俺が寝てきたか寝てきてないか。寝てきてまーす。寝てきてんだ、あの時間から。そうだよ。うん、8時過ぎか9時ぐらいで帰ってきた。帰ったよ。うん、うん、そっから、うん、2時間ぐらい寝たんだ。そうだよ。へえー、うん、すごいね。爆睡だよ。爆睡。うん、あ、でも昨日とかもん、なんかゴルフ、ゴルフ昨日、あ、昨日か、昨日ゴルフ行って、あれか、昨日なんかってゴルフ行って帰ってきた12時、うん、そっから、うん、トンちゃん行ってっから、トンちゃん久しぶりに来て、久しぶりに行って、久しぶりトンちゃん、うん、どこの渋谷、渋谷じゃないよね、違う、トンちゃん、うん、目黒、五反田、五反田にもあんだもん、うん、へー、トンちゃんいいね。いい女だったよ。あー、トンちゃん美味しそう。トンちゃん美味しそう。トンちゃん美味しそうだなー、いいなー。今日寝てるからね。うーん。ではまあまあ、そんなに疲れたりないから。なるほど。うん。ラジオネームパラダイス楽園。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。この番組は他のラジオに比べると採用率が高い気がします。うん、そして採用されると、おぎやはぎステッカーがもらえるんです。おぎバージョンか、やはぎバージョンがもらえるんですが、僕は、やはぎバージョンばかり来ます。うん、他のラジオより採用率が高くて、ステッカーまでもらえる、こんなラジオはありませんよ。皆さん、これを機会にぜひ聞いてください。なるほど。いい視点で。なるほどね。採用率が高いっていうのは、そんだけこっちはメールを紹介してるってことなの？でしょうね。そういうことなの？メールの時間が長いってこと？ちゃんとメールを読むんだね。いや、あんま読まないとか読まないんだ。読まないの？読まないとこもあるかもしれない、ね。へぇー、そうなんだ。そうなんね。うん、ラジオネーム、うん、ラジオ浮気男。おぎやはぎのお二人、こんばんは、うん。大変申し訳ないんですが、いつもは裏のライオンのラジオを聞いているヘビーリスナーです。うん、いいですよ。いいです。そういうのもいいんですよ。だからやっぱそういう人のメールもすぐ読んじゃうってことだね。そうね、うん、だから採用率高いよね。だって、そうだよ、いつも裏を聞いてるのに今日もう読まれちゃってるんだもんね。そうだよね。こんな軽いラジオないよ。ね、うん、もう20年以上聞いてるので習慣が抜けず、はい、そりゃそうだ、こちらを聞くことはないんですが、うん、なんか可愛い女の子の声が聞こえてきたので、ラジコでこちらを聞いています。うん、始まって40分、ずっとセクハラとゲストトークです。うん、あ、ゲストーク、うん。セクハラとゲストトークですが、それでモテるわけねえだろうって感じます、うん。最後まで聞くので、今日はよろしくお願いしますよ。うん、ちなみに、ポッドキャストはいつも聞いてますよ。ああ、そうなんだ。確かに、ポッドキャストよく聞かれるもんね。あ、向こうがか。声が。オールナイトね。うん、そういうことね。向こうがってこと？松岡がってこと？かわいい子は嫌なんだ。うん。ずっとセクハラとゲストークだから、モテるわけねえだろって感じだってよ。そんなことないんだけどね。そうなんだよ。そうだよ。モテんだよ。モテる。すごくモテんの。うん、モテる人はね、ゲストークしてもいいの。大丈夫なんだよ。でも今日聞いてくれてるから。うん。ラジオネーム、ボラは着てても心はニシン。初めてのリスナーさん、こんばんは、うん。このラジオは本当に身のない話しかしません。毎週聞かなくても別になんとなく気が向いたら聞く程度で良い、うん、気軽なラジオです。はい。気楽なラジオです。気軽、気楽ね。うん。うん、まあそうだろうね。まあいいね、いいね、それは、まあ、そうですね。そういうことよ。それでいいのよ。うん。ラジオってそんなもんでしょう。一番いいよ、それが。来た来た。いやー、毎日暑いの何のって。